親が寝たから何でもやりたい放題よ。何をしよう、夜中じゃ友達寝てるし、テレビもすでに砂嵐。そうだわ、コンビニ行こうかな。24時間、自動ドアが私のために開いてくれる。エロ本読んでる親父と並んで雑誌読んでから、何を買いに来たわけじゃないけど、買うものを探す。24時間コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、公共料金コンビニエンス、コピー早くしてよ、素敵なアルバイト、しかも無表情、私はすっぴん、眉毛も描かずに、あんまんください、ちょうど切れてます、じゃあ肉まんでいいわ、かしこまりました。ちょっとお釣りの渡し方、私の手のひら勝手に使い、小銭を文鎮代わりにレシート置くな。財布に入れにくいのよ、ちょっとムカッとしちゃうのよ。そんな時は私からも仕返しするの。おでんください、何にしますか、何にしますか、レジが混んできた、早く決めてくれ、卵ください、卵1つ、卵ください、卵2つ、卵ください、卵3つ、以上でいいわ、卵だけですか、お釣り多めに、かしこまりました、おいくらですか、220円です、1万円から、小銭はねえのかよ、1万円から、小銭はねえのかよ、話しつけてよ、かしこまりました、レシートいらないわ、いちいちうるせえな、トイレ貸してよ、うちにはありません、あなたはどこでするのよ、負けました。なんてことしてるうちに夜はもう終わりを告げて、鶏もなく親が起きる前にお家に帰らなきゃよ。